後に、四代目山口組組長となる竹中正久は、1933年11月30日、現在の姫路市にあたる、兵庫県四釜郡三国の村で産声を上げました。八男五女の7番目で、竹中家は、村の有力な一族でした。祖父は4期16年間という長きにわたり、三国の村の助役を務め、父は村議を務めていました。しかし、その父が道楽に走ってしまいます。相撲の主催や、博打にものめり込んでいきました。母が必死に料理屋と小さな八百屋で稼いだ金も、博打につぎ込み、そうこうするうち、竹中家は没落してしまうのです。父は1946年に病没しますが、落ち込んだ生活は戻らず、竹中は貧しい少年時代を送ることになりました。その影響でしょうか、8人の男兄弟のうち5人が、後にヤクザの道を進むことになります。成績が優秀だった竹中正久は、難関である姫路市立の旧制中学校に合格しますが、1年で中退し、製瓦工場で3年間働きます。しかし、1951年、17歳の時に事件を起こし逮捕され、奈良特別少年院に送られます。その頃に竹中は、少年院で出会った宇野正蔵と兄弟杯を交わしました。そして、これが後の山口組加入のきっかけとなります。2年後の1953年6月、19歳になった竹中は少年院を出ます。しかし、1957年に公務執行妨害と仲間の恐喝罪をかばい、神戸刑務所で1年を服役しました。出所後の1960年、竹中は地元の不良を集めて竹中組を結成しました。そんな竹中を少年院時代に知り合った宇野正蔵の父である三代目山口組系宇野組組長の宇野勝次が山口組若頭の地道幸雄に推薦します。これは姫路の山口組系港組組長港義春と渋谷組組長渋谷文雄の反対で阻まれました。しかし、地道が親分の田岡和夫に推薦し、1961年12月13日、竹中28歳の時に田岡から杯を受け、三代目山口組直参となりました。翌年、竹中組は姫路駅近くに事務所兼住居を設けました。3階の広間は賭場になっており、賭博を資金源としました。1962年1月、夜桜銀次事件が発生し、竹中組も山口組系の他組織と共に九州入りしました。しかし、滞在先とした福岡県博多の旅館で、福岡県警の検挙に遭います。他組織の者が任意同行に応じる中、竹中は県警に令状を持ってくるよう要求して、部屋への立ち入りを拒み、頑として譲りませんでした。数時間にわたる睨み合いの末、竹中組の者だけが手錠姿で強制連行となっています。逮捕された組員は、竹中による事前の指示通り、喧嘩ではなく、葬式に来たと言い張り続けていました。ところが、取り調べ検事が、組長を田岡と呼び捨てたことで、当の竹中が暴れて机をひっくり返してしまいます。それらも手伝ってか、検事は竹中に竹中組から誰か一人責任者を出すよう要求し、出さないなら否認のまま全員起訴すると伝えました。組員の身柄を抑えられ、勾留22日いっぱいの状況に竹中は自身が責任者であると申し出ます。その結果、組員は釈放され、竹中組は竹中一人の起訴という最小限の被害で決着します。その後、竹中も同年9月には、福岡拘置所から保釈出所しました。同年、竹中組は正式な杯事を執り行いました。そして、弟の武から譲り受けた、大阪南地の売春宿跡に組事務所を構えました。1967年5月1日、竹中組組員の北村光一とトラブルになったタクシー運転手によって、竹中組事務所のガラス戸が割られます。これに対し北村は、組事務所にタクシー運転手を連れ込んで、全治2週間の怪我を負わせ、姫路警察に傷害容疑で逮捕されました。そして、翌日に姫路警察は、証拠物件差し押さえ令状を取って、21人の警察官を配置して、竹中組事務所へ捜索に入ろうとしていました。しかし、竹中正久医科組員は、捜索の立ち会いを拒み抵抗しました。立ち会い拒否の姿勢を崩さない竹中側に対し警察は、公務員である消防署員を立ち会い人として呼び出し、合法的な捜査に持ち込もうとしました。それを阻止しようと、組員が動きます。事務所には高価なものがあり、後々面倒が起こっては困るという理由をつけて、名前や住所を教えるよう要求したのです。これに対して消防隊員は尻込みし、現場は膠着状態に陥ります。数時間の睨み合いの末、姫路署からの依頼によって同じく山口組直参の港組組長、港義春が説得に乗り出し、竹中が港の顔を立てる形で捜索を許すことになりました。1969年12月にも竹中は凶器準備集合罪で逮捕されています。地元に拠点を置く旧本田会系小川会との抗争によるもので、留置所で長い取り調べの日々が続いていました。ところが、ここで竹中は驚くべき手法で、過去の博多事件の刑期短縮に成功しています。からくりはこうです。まず、取り調べの最中に、博多事件の上告を取り下げます。これにより博多事件の刑期が確定し、本来なら刑務所にて服役となりますが、すでに身柄は留置所にあり、この取り調べにかかった日数は、刑期から差し引くことができるのです。これにより実際に服役することなく、別件で刑期を消化するという裏技を使い、竹中は1971年6月に釈放されました。釈放されたその年に竹中は37歳の若さで三代目山口組若頭補佐を拝命しています。これは山口組若頭山本健一の引き立てによるものでした。この時若頭補佐は8人、後に対立する山本博がその筆頭を担っていました。若頭補佐時代の大きな出来事として1973年の早朝賭博があります。これは三代目山口組と稲川会の決縁を祝うもので、竹中組の姫路事務所で開かれました。実に掛け金総額は50億以上と言われています。山口組からは若頭の山本健一、稲川会からは理事長の石井高政といった各組織の幹部60数人が参加した大規模なものでした。しかし、翌年に、この一件をめぐって竹中が逮捕され、さらに稲川会の大物幹部も多数逮捕されました。兵庫県警は、起訴に向けて賭博会長日を特定しようと躍起になります。しかし、竹中が事前に賭博の日付を口にしないように根回ししており、さらに、当の竹中も頑として口を割りませんでした。その結果、全員が起訴猶予になっています。これにより、竹中は田岡をはじめ、文子夫人、山本健一らの信頼をも得ることになりました。1978年2月、先の旧本田会系小川会との抗争における、凶器準備集合罪の上告が棄却されました。これにより懲役2年の実刑が確定し、神戸刑務所に服役することになります。そして同年7月11日、服役中の竹中に衝撃のニュースが舞い込みました。親分の田岡が、関西20日会加盟の松田組系大日本正義団の鳴海清に撃たれたのです。竹中が獄中のため、この大阪戦争には参加していませんが、出所後に関西20日会所属の二代目木下会との抗争、姫路事件を起こしています。それは、1980年1月のことです。二代目木下会系岡組組員により、竹中組津山支部が襲撃を受け、同支部大家主の小倉義正と偶然居合わせた山口組系小西一家参加の組員が被弾し、命を落としました。これは、田岡と関西20日会による和平交渉の最中の出来事でしたが、武闘派の竹中組としては、決して黙認できるものではありませんでした。そして同年5月に、姫路市東駅前町の二代目木下会事務所前で、同会会長の高山正宏を銃撃し、命を奪っています。翌年から、山口組に大きな出来事が続けて起きました。7月に田岡が病で亡くなり、明けて1982年2月には、若頭でナンバー2の山本健一まで病没したのです。そんな混乱の渦中にあった3月のこと、所得税法違反の容疑で、竹中組をはじめ関係各所約30カ所が家宅捜索を受けました。山口組の暫定体制決めは難航しましたが、7月には、組長代行に筆頭若頭補佐だった山本博士がつき、竹中は若頭に就任しました。竹中としては、弟である武氏の助言もあり、同じく若頭補佐の中山勝正を推しましたが、文子未亡人の強い要望により、若頭を受けたといいます。その矢先の8月、竹中は所得税法違反容疑で逮捕されます。早朝賭博における収益の無申告を咎められてのことでした。その機会を逃すまいと、山本博士が9月5日の定例会で4代目組挑戦を企てたのです。しかし、神戸地検で勾留中の竹中不在を狙うやり口に、竹中派が激高したため、選挙は見送りとなりました。竹中が出所後の1984年6月5日、定例幹部会で文子未亡人が竹中を組長に指名します。田岡が生前、4代目組長を山本健一、若頭を竹中と考えていたため、山本健一亡き今、組長は竹中が継ぐべき、と主張したのです。これを受け竹中は、即座に承諾の挨拶をしました。この3日後には、兵庫県警により、またしても、姫路の竹中組事務所が賭博絡みの捜索を受けています。6月13日、山本博士を筆頭に、竹中の4代目に反対した一派が、山口組を離脱し、一和会を結成しました。これにより混乱は続きますが、予定通り、7月10日に山口組4代目継承式が行われました。翌月、一和会への対応として、山口組から全国の遊戯団体に議説状が送られています。竹中は、去る者を追わず、構いつけず、という考えだったものの、執行部の強い働きかけにより、首を縦に振ったようです。やがて、勢いをなくし焦った一和会が、竹中を的にかけます。そして、9月には襲撃部隊が編成され、秘密裏に竹中の愛人が住むマンションの別階に拠点を置くなど、準備を進めていました。一方の竹中は、翌年1月9日に賭博事件の上告が棄却され、懲役5ヶ月の実刑が言い渡されました。ただし、これまでの勾留期間があるため、未決勾留日数を差し引いて50日ほど服役することになります。しかし、竹中は出頭を引き延ばし、2月からの服役を予定していました。服役予定直前の1月26日、出先の帰りに竹中は、大阪府吹田市にある愛人の住むマンションに向かいました。この時も竹中の意向で、警護を最小限にし、若頭の中山勝正、ボディーガードの南努が同行しています。一行がマンションに到着すると、運転手で南組組員の松崎浩二が外で待ち、3人がマンションのエレベーターホールに向かったところ、待ち伏せていた一和会系組員の銃撃に遭いました。これにより、中山と南が命を落とし、竹中も銃撃の26時間後に息を引き取りました。官憲や公権力へ敵意をむき出しにした人生を過ごした竹中ですが、これは竹中家次男の兄が特攻警察に拷問され、放免後に後遺症により亡くなったことや、食糧難だった戦後にスイカ泥棒で逮捕された際に警察官に暴行を受け、父親が亡くなっていた竹中だけが少年院に送致された経験が影響していると言われています。そんな竹中ですが、組員の面倒見が良く、暇を見つけては若い衆の服役先へ出向いていたと言われています。またホステスや芸人へ、気前よくチップを渡していたようですが、贅沢を好まず、普段は事務所に詰めて子分らと同じものを食べ、将棋をしたり、六法全書を読んだりして過ごしていました。4代目継承の際に射程からの祝い金500万を受け取らずそのまま持ち帰らせ、さらに地方行脚で系列組織から一夜の妻を差し出されても手を出さなかったと言われています。細やかな心遣いと熱い人情を持ち合わせていたという話がある一方で、敵対する者からは荒ぶる志士と恐れられていたのが竹中正久という男です。